金沢市民の台所、近江町市場にやってきました。子どもたちが市場の裏側を探検し、食の大切さを学ぶイベントが行われています。6月22日、金沢の近江町市場を学ぶイベント、親子近江町体験が開催されました。参加者がやってきたのは山香水産、飲食店向けのいろんな海の幸を見学しました。天候が悪くて船が出れない時とか、お客様の需要がある時に、こうやって備蓄して、いつでも出せるようにしています。生けすから取り出してくれたのは生きたオマールエビ、高級食材です。こちらは近江町市場冷蔵庫、市場を陰で支える存在です。冷凍庫の中はなんとマイナス25度、寒い。寒いね。ここで作られる大量の氷は鮮度を保つため魚屋さんで使われていますね。近江町にはいろんな野菜や果物も揃っています。梅はこの緑色がだんだん熟していくと黄色っぽくなる。イベントの後半は市場の食材を使って親子で美味しい料理を作ります。メイン食材は油の乗った初ガツオ、プロが鮮やかにさばきます。美味しい出汁が取れる昆布や鰹節も近江町の乾物屋さんで手に入ります。子育て世代の方にもっと近江町市場に行っていただきたいと思いまして、このイベントを考えました。なかなかこういう生の魚とかそういったものに触れ合う機会というのは非常に少ないので、非常に珍しいと言って喜んでいただいております。そして料理が完成。カツオは手こね寿司になりました。すまし汁には魚そうめんが入っています。いただきます。自分たちで作った料理、美味しさもひとしおです。今日参加してどうでしたか？楽しかったです。お魚屋さんで生きとるやつ見たりとか、そういうのがなんかいい体験やったなと思います。親子で料理をするようなことが特に男親なのでないので、まあ、こういう体験ができてよかったと思います。子どもたちは近江町市場、そして海の幸の大切さを実感したようでした。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。